はいどうも皆さんこんにちは、ベルサスです。というわけで今回もブロスターやっていきましょう。新年明けましておめでとうございます。初めの一本はやっぱりブロスターでしょうということで、ブロスターをねまたやっていこうと思います。また今年1年も、いろんなゲームやっていくつもりですので、皆さんどうかよろしくお願いいたします。ということで、今回は、まあ、前回の動画に引き続きこちら使っていきたいと思います。ゴー。いやもう最近ね、僕推しキャラがジェシーだっていう話を結構ずーっとしてたんですけど、パムの方が俺もしかしたらいいんじゃねえのかなって謎の自信が出てきまして、では今回これ使っていこうかなと思います。ちょっと弾無駄に使っちゃったな。 OK、 地味にこうやって当てるのだけでも全然違うからな。おーってやれた。さてと回復フィールドをうまく使って戦ってほしかったけど、ちょっと壊されてしまったか。これはちょっとまずいか。あぶね。鷹の弓矢のアーチャーのやつはあるんだよね。必殺技が結構強いんだよね。そこがねちょっと難しいところかなって俺は思うんだけど。あぶね。あの地雷がねなんだかんだ言って強いんだよね。いやこれが本当に強くて分かんないんだよね。どこに設置されてるかっていうのは、例えば今これ画面外だと思うんですけど、そんなところに設置されてたらもう分かんないんですよね。本当に強い。普通にまああのあれ確かエメラルドじゃない、トロフィーの数が一定数超えたら手に入るキャラクターですよね、確かなんですけど、かなり強いんですよね。ってあのキャラ俺早く使ってみたいんだよ。3000か。俺もうちょっとかかるかな。あと1ヶ月ぐらいかかりそうだな俺がやるには。ということで気を取り直してもう1回やっていきましょう。パームやっぱ火力がそんな出ないんですけど、でもちま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 攻撃与えれるっていうのを考えたらいいですよね。 HP も結構ある方なのでタンクは若干できるんですよね。でこれこのグロスタっていうゲーム自体にあの防御力っていう概念がないので、そこすごいなんかありがたいです。ダメージの計算がしやすいんですよね。敵から受けるダメージって自分が敵に与えれるダメージだったりとかっていう。ナイス。あこれ狙ってんな。ウォンボーコンボこれ狙ってる。オッケー。ナイス。まだ回復フィールドが生きてるうちに。おっとこれ俺落ちるかな。落ちちゃった。やべえな。これちょっと逃げてほしいけど、おーナイスナイス。そこ1個だけ隙間空いてたんだ。逆によかったな。あこれちょっとコンボ食らっちゃうかもしれないから一旦引き込んで、オッケーオッケー。別に守備はそんな今怖くないからいいんだよ。リコシ、このリコシェがちょっとめんどくさいんだけど、よし倒したからいいや。ちょっとコルトンに深めにしてもらって、あとちょっと足んない。 OK 溜まった。ここにもう置こう。 OKOKOK いいね、こういう戦い方いいね。やっぱこれサポーターだけどなんかあれだね、体力あるから結構その自分からタンクしに行くこともできるから、本当にパム、いやパムもいいな。いや俺パムいいな。ちょっとシフトチェンジしようかな。もう早くない？確か俺3日ぐらい前に、いや俺ジェシー使うわって言って、ジェシーしか使ってなかったらもうパム解放したら一気に、いや俺パム使うわって、もうちょろいな、やばいね俺。ちょっと落ちちゃったか。いやそれ食らうのか。危なくないそれ。俺が前に出て一旦守ってあげよう。
てないと思う。あー、そっ、壁があんのか。一回このフィールドの中入って回復。おぼぼ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 ぼ、あ、やべ、いやーマジショックウェーブ。いやでも大丈夫か、この回復タレット、なんか敵の、あ、敵が中に入ったらダメージ食らうとかっていう、いやそれはさすがに強すぎるか、さすがにそれは強すぎます。ちょっと俺が前に出て HP を温存してあげて、あんまり前出なくていい、そいつ無理に戦わなくていい。ショックウェーブがまた来た。いやでも大丈夫。いやーナイス、回復タレットが AA 吸収してくれた、ありがてえ。ショックウェーブがまた来た。いやでも大丈夫。いや、ショックウェーブがまた来た。いやでも大丈夫。いや本当タレットってこういう使い方もできるから本当いいよねこのゲーム。タレットの使い方、ああいいな、この動画のタイトル決まったな、タレットをうまく使いこなせっていう。でもこれはペニーでもジェシーでも同じようなことが言えるんですけど、やばい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 、一旦回復待ちたいけど、いやあのおじさんがな結構牽制するんだよな。こんなやつでもあれはないのか。いやカーリングも痛い、2400食らった。あのおじさんはあれだね、前に出ればいいのかな、避けるには攻撃を。あの人今エメラルド持ってないから、反射だろう、どこ、どこに置こう、ここに置こうかな。今6対5か、そっか、ちょっと拮抗してんのか。あのシェリーがめちゃくちゃ持ってるんだよ、いった、やべ落ちた。それ2個拾って5対7、おおナイス。シェリーを落とせれば結構でかいんだけど、さすがに無理か。あ、そうだ、やっぱ前に出るのが一番いいんだもん。惜しい、あと100、おーナイス。俺が守る、俺が守る、体で守る、体で守る、落ちろ、オッケー。あと1個、でも10対8か、ちょっときついんだよな。回復の中入って、ああダメだった、まずくないか。ジェシーじゃねえ、シェリーのウォンボーコンボが決まったら結構きついんだな。で守るところがなくなっちゃったから、ちょっと一旦ここで俺タンクしたいけど、いやいや、もうこれ以上時間、あーでも1個で3秒だから出てこない、大丈夫大丈夫大丈夫、やろう、俺死ぬの大丈夫、オッケー。こういう使い方マジでいいわ。ちょっとずるいかもしんないけどね、このやり方は。ということで終わりましょう。で今回の、そうだね、まとめ的な感じでは、タレットはすごいその A を外すっていうことに対して本当に機能するので、まあリタじゃない、ニタか、ニタだったりジェシーだったり、ペニーだったりパムだったり、なんか物を置く系のスキルを持っていたら、それはかなりいい動きができるのではないのかなと思います。まあその分、その必殺技一回無駄にはしてしまうんですけど、まあその分なんか攻撃とかで敵がそっちに攻撃してる間に自分がどんどん攻撃やってて、その必殺技のゲージを貯めていくっていうやり方でも全然いいのかなと思います。はい、以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。じゃあまた別の中でお会いしましょう。バイバイ。